豪雨や台風などの大規模な災害に備えます。手取川では警察が水難事故への対応力を強化する訓練を実施しました。訓練は災害時に最前線で活動し、専門的な知識・技術を持つ県警の機動隊が手取川を管轄する白山署と能美署の署員に対して水難事故が起きた場合の対応方法を指導しました。集中豪雨で手取川が氾濫したという想定で訓練を実施し、機動隊は川に浮かぶ要救助者に浮き輪を投げる際は浮き輪を縦にして下から投げることや、ボートを漕ぐ際はパドルを直角にして水に入れることなどを指導していました。実際に発生した場合であっても慌てることなく、しっかりと住民の方を救助救出できるようしっかりと取り組んでいきたいと思っております。なお水害などで被災し川に流されてしまった場合は、無理に泳いだり大声を出し続けたりせず、上を向いて大の字になって体の力を抜くことで水に浮かびやすくなるということです。